チェックアウトするの忘れたらあかんね。一応12時まで駐車できるようにはしてるから一回戻って、はいどうぞ。まあありそうやね。これ横断歩道って言うんだよ。大きいのかな。ベンチって書いてるし、アモーレって書いてるし、多分アモーレって読むよね。バッグにぴったりな感じだ。え？ほれほれほれ。豊富は忍耐という大地に咲く花よりなんとか。日本語は、図書館かな。ほら、書が、書が。お手前も二つ。それはそれな可能性高いな。誰やろ。何回分からん。一人の広場か。何なんこれ。ほら、セットプラック。これ何なんこれ。何なんこれ。水が出てるけど足湯、足湯もう生えてるけど、なんか何する場なの。洗濯してたわけ。うわ見てんの綺麗、めっちゃ綺麗。すごいな、メガネ屋のマークの点でやるね、丸丸は。あれもそうやん、そこにもあるね。じゃあメガネ屋がある。もう帰る方向に行っとかなあかんから、そこ行く。この角の魚屋さんは、サングラスかけてこんな全然日、目、日差しきつくないのに決めてくるんだ。あれだってあのおばちゃんあんな魚入れんねんだ。考えられへんで。
じゃなくてそういう木だそうということを一つでも聞いていますが、確かなことは分かりません。若干デビとか残ってた。みんなバックします。これこのブレーキ結構強めに効くのこれ。というか解除せえへんねんな。ゴルフでたまに押し間違あの踏んでもうたら解除なんだけどさ。効いたまんま。にしたのよかった。その人が開けられてる。しとろえんなよな。そうなんだ。でも走ってねえ。風が強い中走っています。今は目的地のベルサイユまで手前40キロ、天気が荒れている予報です。これこんなんだ。これ全部この辺全部。何これどうしたんやろ。あ間違えた。こうか。確かあっちに入り口やん。これなんて書いてる。ギフトショップね。